11月15日、森保はじめ監督率いる日本代表はアジア最終予選の第5節、完全アウェイの地でインドネシア代表と対戦し、劣悪なピッチの中でも見事に4対0というスコアで勝利し、また一歩ワールドカップ出場に前進しました。今日もインドネシアのサッカー熱に圧倒された補欠カラスです。今回はインドネシア代表に快勝した日本代表に対する反応をまとめていきます。インドネシアを称えた森保監督、10月に行われた最終予選の第4戦、オーストラリア戦ではホームで引き分けてしまい、連勝記録が止まっていた日本は、敵地での2連戦となる11月シーズンに怪我人が続出した状態で臨むことになったのです。そんな中今回のインドネシア戦では負傷で不在の上田綺世選手、谷口翔吾選手に代わって小川航基選手、橋岡大樹選手がこの最終予選初先発となりました。そして引き続きフォーメーションは 3-4-2-1 の布陣を採用し、ゴールキーパーは鈴木彩艶選手、3バックは左から町田航基選手、板倉滉選手、橋岡選手の3人、2ボランチは遠藤航選手と森田秀政選手が組み、ウィングバックは左に三笘薫選手、右に堂安律選手が入り、シャドウの位置には鎌田大地選手と南野拓選手、ワントップに小川選手が入るという11人を森保監督は採用しました。この11人で戦う今回の相手インドネシアは近年急速に力をつけてきた国で、多くの選手がヨーロッパ、特にオランダからの帰化選手が多く、国内のサッカー熱もとてつもない国です。そのためこの日本戦では7万8000人収容のゲロラ・ブン・カルノスタジアムには満員に近い数の大観衆が詰めかけ、完全アウェイの雰囲気だっただけではなく、試合開始15分前に突如大雨が降り始めたこともあり、かなり劣悪なピッチコンディションの中でキックオフを迎えたのでした。するとピッチコンディションの悪さに足を取られながら、日本は本来の実力を序盤あまり発揮することができず、前半10分にはロングパスの対応をミスしてしまい、完全にゴールキーパーとの1対1を作られてしまいますが、ここは守護神鈴木選手が冷静にコースを狭めながら好セーブを見せて日本の危機を救いました。その後徐々に攻勢を強めていった日本は、前半35分にディフェンダーの町田選手が前進しながらパスを敵陣内へ送ると、森田選手がフリックしたボールを鎌田選手がボックス付近へと運び、最後は折り返したボールに小川選手が詰めて、焦った相手ディフェンダーのオウンゴールとなり、日本がようやく先制点を奪います。さらに勢いに乗った日本は前半40分、左サイドでボールをもらった三笘選手が得意の右足アウトサイドでクロスを上げると、ペナルティエリア内に素早く走り込んだ南野選手が素晴らしい左足のダイレクトシュートで合わせると、左ポストを叩きゴールへと吸い込まれて、日本が前半中盤一気に2点のリードを奪いました。こうして前半を2対0で折り返した日本は、ハーフタイムに南野選手を下げて前田大然選手を入れると、開始直後の後半4分、相手ゴールキーパーのミスキックを森田選手がカットしたところからそのまま相手をかわし、最後は右足でミドルシュートを放つと、ゴール左隅に決まり、ほぼ試合を決める3点目を後半開始早々に奪ってみせたのです。そして後半16分、日本は三笘選手、堂安選手に変えて伊東純也選手、菅原由紀選手をピッチへと送り込みます。すると後半24分に久しぶりの出場となった菅原選手が右サイドの深い位置まで入り込み、最後は角度のないところから右足で強烈なシュートを決め、日本が4対0とリードを広げます。このように4点という大量リードを奪った日本は、残り時間をしっかりコントロールし4対0で快勝、最終予選4勝1分けで2位オーストラリアとの勝ち点差を7に広げて首位を独走する形となっています。そんな試合直後にピッチインタビューを受けた森保監督は、まず試合序盤に苦しんだ時間があったことを振り返り、最初インドネシアにビッグチャンスがあったが、チーム全体でカバーし第4が止めてくれた、耐えないといけないところを耐えたところが勝因につながったと守護神鈴木選手が見せたプレーを称賛しました。またインドネシアはサイドから攻め立てる場面がありましたが、ウィングバックに入った三笘選手、堂安選手のプレスバックが効いたことについて、攻撃的な三笘、堂安が守備で貢献してくれたというように、攻撃だけでなく守備面での貢献も評価していたのです。そして試合後の会見で森保監督は、やはり選手たちがピッチ上でいろんな流れを見ながら賢くしたたかな戦いをしていく、勝利をつかみ取るという部分、選手たちの意思共有は今日の試合で非常に素晴らしかったかなと思いますと、選手たちが見せてくれた試合の中での修正力を絶賛した上で、まだワールドカップ出場というところは掴み取ったわけではないですので、まずはワールドカップ出場という一つの目標を完全にクリアするまでしっかり気を抜かず戦いを続けていかなければいけないと思いますというように、グループを独走している状態でありながらも気を引き締めていました。さらに会見では現地のインドネシアメディアから、インドネシアはまだワールドカップに出場できると思われますかと問われた森保監督は、出場できるだけの力は持っているチームだと思いますと応じた上で、選手個々の能力を見てもワールドカップに出場するだけの力はあると思いますし、今はなかなか練習の時間が取れてないところもあると思いますが、新天勇監督がニューフェイス、メンバーがいる中でもうまくチーム作りをしていると思いますので、これは時間が経てばより結果にもつながってくると今日の試合で感じましたというように、これからの成長が期待できるチームだと評価したのです。加えてインドネシアサッカーにポテンシャルを感じる理由として、何よりもインドネシアのサッカー熱が素晴らしいと思いますし、今の帰化選手を帰化の一環としているところも、国策として国がサポートしていることは間違いなくサッカーの現場で評価につながる部分かなと思いますと、国内のサッカー熱や強化の部分についても称賛の言葉を口にしていました。躍動した選手たちが語った試合後の声、こうして勢いがあるインドネシアにしっかり力の差を見せつけて勝利した日本ですが、試合後には選手たちがそれぞれの思いを語っています。まず森保監督にも称賛されたゴールキーパーの鈴木選手は、ビッグセーブを見せた前半10分の場面について、慌てずに対応できた、相手がドリブルで運んできて自分の間合いでうまく詰められた、最後カットインで内側に運んだ瞬間取れるなと感じたと、そのシーンを振り返り、相手がどうするだろうという予想は考えないようにしていた、イタリアでもあのようなシーンで遠目からシュートを打たれて失点したことがあって、間合いをうまく詰められたらチャンスになると思った、そこがうまくできてよかったというように、今シーズンから移籍したセリエ A での経験が生きたことを明かしていました。続いて途中出場から存在感を発揮し、ゴールまで決めた菅原選手は試合後の
インタビューで、ここ最近攻撃的3バックシステムを導入した影響もあり出番がなかったことに触れて、最終予選が始まってから自分自身悔しい思いをしてきました。今日もスタメンに自分の名前がなかった時は悔しかったです。そのような気持ちが僕の原動力になっていると思いますと素直な心境を打ち明けました。その上で菅原選手は、自分に対して苛立ったり他の人に矢印を向けそうなこともあったのですが、サッカー選手である以上ピッチに立って自分を証明することが結果につながってくると思っていましたというように語った上で、今日は途中から出場する機会があれば結果を残してやろうと思っていましたし、まずは結果を残せてよかったです。監督や選手を含めて常に励ましてくれてサポートしてくれて、僕のモチベーションを上げるための言葉をくれた全員に感謝をしたいですと周囲のサポートに感謝の言葉を送っています。一方でこの試合は4対0で勝利したものの、守備陣は不安定な部分を見せていたのも事実で、その点についてキャプテンの遠藤選手は、相手がミラーゲームみたいにやってきた中で単純にマンツーマンのところへ蹴ってくるとそこで勝負するしかない、後ろの3枚はもう少し内側にコンパクトにすべきだったと思うが、後半の最後の方も単純に蹴ってきた中で最初に跳ね返さないとしんどくなっていく、自分はボランチに食いつくよりはセカンドを拾えるようにというのはあったけど、後ろにボールが流れると自分はどうしようもない、後ろに頑張ってもらうしかないというように、相手が見せてきた戦術に苦労したことを明かし、相手が強くなっても同じようにやってくる相手はいると思う、それでもやっぱり守らなきゃいけない、そこはチームとして求めていかなければいけないことだと思う、ウィングバックも含めてこういう相手にどうやって守るか話し合っていきたいと、守備陣には1対1の勝負に勝つことを求めたいとの見解を述べていました。さらにウィングバックで出場した三笘選手も、前から行きたい選手と後ろで構えたい選手がいてちょっと間延びしたところがあったので、もうちょっとブロックを敷くのか前から行くのかという共通認識がまだ甘かったというように守備での反省を語っていて、今日も4対0のようなスコアにならない展開にもなりえましたし、もっと謙虚に戦わないといけない、僕らにはまだまだ甘いところがあるのでそこを改善しないといけないと思っていますと、解消に満足せず今後へ向けた課題を指摘していたのです。現地メディアも日本の実力に脱帽、このように苦労した時間こそあったものの実力の差をしっかり見せつけた日本に対して現地メディアからは様々な声が上がっています。まずゴールのインドネシア版では、あらゆる面で格上に見えた日本相手に大敗を喫したと題した記事で、インドネシアはあらゆる面で日本の優位性を認識すべき、相手の4ゴールを見て満足するしかなかったインドネシアにとって日本はやはり強すぎたというように日本の実力に脱帽する言葉を綴っていました。またインドネシアメディアボラ .com は母国の敗因を分析していて、前半はかなりいいパフォーマンスを見せることができたと前置きしながら3つの敗因として指摘しました。まず1つ目に、右サイドが基軸であると述べた同メディアは、日本の最初の2得点はいずれもダイクスが占める右サイドから生まれており、しばしば標的となっていたというように右サイドバックのダイクス選手が見せたプレーを批判していました。そして2つ目は、マールテン・パエスのパスミスから森田のシュートチャンスが生まれ、ジェイ・イチェスが防ぐ可能性はあったが残念ながらボールは足元をすり抜けてしまった、インドネシア代表に致命傷を与えたのはこの2つのミスだと3失点目でのミスを指摘し、最後3つ目には、前半はチャンスを生かせなかった、インドネシア代表は絶好の機会を最大限に生かすことが非常に苦手なようだというように決定力不足の部分を嘆いていたのでした。またインドネシアの完敗を受けてアメリカの大手スポーツメディア ESPN は、日本の猛威でインドネシアは未だに存在する階級の格差を残酷に思い知られると題した記事を掲載し、ここ最近インドネシアは自分たちの体重以上のパンチをする習慣がある、 FIFA ランキングは130位だがアジア最終予選に出場するわずか18チームの一つであり、実質的にはアジアの上位に位置している、彼らの戦いはポジティブに進み、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーンとの印象的な引き分けの後、先月の中国戦での惜敗が最初の敗戦となった、それにもかかわらず間違いなく今大会で頭一つ抜けているチームと対戦した際、強豪との間にまだ存在するクオリティの差に関して残酷な現実を突きつけられた、序盤は何度か脅威を与えていたが、ひとたびスイッチが入ると日本の暴れっぷりに全く歯が立たなかったというように、日本との差を痛感させられたことを指摘した上で、インドネシア代表のシン・テンヨン監督にとっては若い選手たちにまだ埋めなければならない差を伝える機会にもなるはずだ、おそらく彼はトップクラスの相手であってもその差は細かいディティールに集約されると学ぶだろうと、今後の成長につながる敗戦になったのではないかと綴っています。最後にシン・テンヨン監督の母国韓国メディアスポーツソウルは、シン・テンヨン監督が率いるインドネシアがアジアの強豪日本にホームで完敗を喫したと題した記事で、インドネシアは逆転ゴールを決めようと奮闘したが数少ないチャンスを生かすことができなかった、むしろ後半終わりには追加失点の危機に陥るなど無気力な敗北を喫した、欧州系の帰化選手と武装して本戦進出を目指したが現実の壁にぶつかったようだと、帰化選手に頼ったものの結果を残せなかったと、インドネシアに対してやや辛口な論調で試合を総括しましたが、だが日本の穴はやはりセンターバックだと日本の弱点にも触れていたのです。内容よりも盛り上がりを気にしたセルジオエチゴ、こうして現地メディアから実力を称賛された日本ですが、ご意見番のセルジオエチゴさんはインドネシア戦をどう見たのでしょうか。まずセルジオさんは試合を振り返って、大雨の中で始まった一戦、悪天候の影響から試合序盤こそ日本選手のボールコントロールがうまくいかず前がかりになったところでカウンターを食らったけど、時間が経つにつれて徐々に相手を圧倒するようになった、実力の差は明らかだったねと日本のプレーを評価した上で、この試合のプレーオブザマッチは森田だろう、ゲームを見事にコントロールし49分には試合を決定づけるチームの3点目を挙げた、今の森保ジャパンは相手が格下だと森田、格上だと遠藤が目立つ傾向がある、今回もそうだったねというように森田選手のことを称賛していました。またインドネシアについてセルジオさんは、対するインドネシアはホームなのに守ってカウンター狙いだった、でも何度かあった決定機をことごとく外してしまってはその戦術は成り立たない、決められなかったけどゴールキーパー鈴木との1対1に持ち込んだシーンは惜しかった、もっともそこで先制できたとしてもインドネシアは勝てなかったと思うと決定機を外したシーンについて指摘し、もともとサッカー熱が高く人口が多いインドネシアだけど帰化が思うようにいっていないようだ、いくら選手を帰化させてもそれは短期的な補強にしかならない、まずやるべきは長期的な視野に立った国内リーグの強化、そして海外からスカウトされるような選手の育成だ、近年の ACL の結果を見ても成果が出ているとは思えない、次回のワ
ールドカップからアジアの出場枠は 4.5 から 8.5 に増えた。厳しい言い方になるけど、前回までの方式ならインドネシアは最終予選に進出できなかったと思う。アジアレベルでもまだそこまでじゃないから、じっくりと強化していってほしいね。サッカーの人気は高いし、大いに盛り上がっているんだから、というように今後のインドネシアサッカーが成長していくための手段についても語っています。その上で最後にセルジオさんは、国内のサッカーを盛り上げるという意味では、今回の代表戦も日本でテレビ中継がなかったのは残念だ。もちろんダゾーンがライブで配信してくれるのはありがたい。ただ地上波でも放送してほしいよね。 TBS 系列で生中継されていた野球のプレミア12は国際大会だけど、規模で言えばサッカーのワールドカップには及ばないはずだと、地上波で野球の代表戦は放送される中、サッカーの代表戦が放送されない現状について嘆いていました。こうしてセルジオさんは相変わらずのコメントを残したわけですが、日本と対戦したインドネシアの監督、そして選手が日本に対して少し気になるコメントを残していました。インドネシアの監督、選手が明かしたまさかの発言。まず試合後、インドネシアを率いた韓国人監督のシン・テヨン監督は、日本代表チームと森保監督に祝福を申し上げたいとコメントした上で、この試合に向けた準備は素晴らしいものだったが、確かに我々は敗北を喫した。非常に残念だが、結果は受け入れなければならないというように語りました。その上でシン・テヨン監督は、試合の頭には狙い通りの形で完璧なチャンスを作り出せたが、ラグナーはそれを適切に活用することはできなかったと、鈴木選手にセーブされた場面を振り返ると、それを負けた理由と断言することはしたくないが、少なくとも先制できていれば結果は変わっていたかもしれないというように、先制点を取れなかったことへの悔しさをにじませました。ただ一方で、負けたからといって言い訳はしたくない、この試合で得た課題と収穫をしっかりと評価し、次に向けて準備すると、今後を見据えたシン・テヨン監督は、決定機を簡単にものにされてしまうと、サッカーではこのようなことが起こる。90分間ハイレベルなパフォーマンスを維持することは並大抵のことではない。今の我々ではまだ不足していたということだというように続け、まだまだ改善するべき点がたくさんあることを認めていました。続いてインドネシアのディフェンダー、リスキー・リド選手は、試合後のインタビューを受けた際に、今日の敗北から僕らは再び学ばなければならないと語って、本大会への出場権を手にするためにやらなければならないことは本当にたくさんあると思う。だが最も重要なのはここで諦めないことだ。我々はまず次のサウジアラビア戦を見据えなければならない。このチームに勝ち点差をもたらすことができればと思っているし、そのための準備をしていくというように、次戦に向けての意気込みを語っていたのです。そして今年1月に開催されたアジアカップ以来となる日本代表との再戦だった中、内容的には今回の方が前線と言えるものを見せていたことについて、リド選手は、もちろん日本代表相手の試合が簡単ではないことは理解しているが、今日の試合は個人的には0対4で負けるようなゲームではなかったと思っていると手応えがあったことを明かした上で、我々が目指していたのは勝ち点差だったが、結果は大差での負けだった。この差がどこにあったのかをしっかりと分析し、学びとして取り入れていきたいというように、今後の改善に意欲を見せていました。皆さんは今回のインドネシア戦を見てどのような感想を持ちましたか？ぜひコメント欄で教えてください。今回はアジア最終予選の第5戦でインドネシア代表に快勝した日本代表の戦いについてまとめてみましたが、この冬移籍した方がいい日本人選手についてまとめた動画も出しているので、ぜひ見てみてください。というわけで、僕もサムライブルーのようにかっこいい男になれるように頑張るので、次の動画も見てくれるよっていう優しい人はぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆さん、さようなら。